ご視聴ありがとうございます。龍が如くセブンの外伝をやってまいります。今日キャッスルに来ておりまして、もうひたすら戦います。これランクを上げるためにですね、ひたすら戦うというのをやりますので、まずはね、戦えるトーナメントからちょっとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、この動画ほとんどがですね、戦闘です。はい、で、ですね、今回はですね、こういう風にですね、単独で戦うのもあればチーム戦みたいなのもありますので、でこれ面白いですけど、右上に88人って書いて、これ多分ね、ファンの勝ったんじゃないかなとか思うんですよ。まあ、この上流にですね、88人もファンがいるんですね。でよく見たらですね、現金がですね211万も持ってるんですよ。なかなかの小金持ちですよね。大したもんです。でこれ懐かしい人がいまして、例えば真島さんとかだったりとかしますんで、これはね、チーム戦で一緒に戦います。で今回はこれトーナメントなんで、キリュウちゃん単独で戦うことになりますので、はい、またね、これでハンマーヘイトと戦うんですけど、まあ、この辺がね、また余裕でしたね。でこれね、能力はガンガン上げてった方がいいですね。これおまけみたいになんか、おそらく DT モードだと思うんですよ。いや簡単なやつやってるのもまだ大丈夫です。でもね、これがね、能力とかも難しいものだと思う。もうこのキリュウちゃんの能力だとちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですけど、これあとね、時間制限じゃなくて、時間をね、何分以内と何秒以内で戦うと、なんかね、ランクがまたあるみたいなんですよね。はい、まあいいや。はい、とりあえずね、ハンマーヘッド倒しましたね。もう終わりか。はい、キリュウちゃん、相変わらずね、このマスクをつけてますね。はい、これでもね、75,600円もらえるんですよ。すごいですね。はい、でこれでトーナメント1が終わりましたので、ああ書いてますね、45秒以内とかね、1分以内とか書いてますけど、はい、で次トーナメント2ですね。はい、まあ当然ね、キリュウちゃんがいますんで、まだね、こうやってね、なんかカゴの中で戦うってことをやるんですよ。別にカゴじゃなくてもいいと思うんですけどね、ですよね。はい、これなんていうんですかね、超遺産っていうんですかね、いそうですよね、中華街にこういう人に。なんかこのお名前、なんか行政団体じゃないですか、なんか見覚えがありますよね、超遺産。おお、ブログが、ブログが。ここはそんなに強くなさそうですね。ハンマーヘッドの方が強いかもしれないですね。分かんないですよね、後半当然強くなるキャラもいますからね。あ、終わりましたね。あ、意外と早かったですね。26キロで終わりましたね。うん、そうですね。やっぱり、ね、もうちょっと強くした方がいいですね。相手が悪かった。キリュウちゃんのね、基礎体力がね、すごいあるんでね、いいでしょうけど。はい、じゃあ次ですね。時間制限待って、あ、時間、制限時間待ってですか。というのが出てきましたので、はい、じゃあ戦いましょう。ラジオはいいな。能力はね、そう上げた方がいいですね。これはね、今回ね、最後まで戦った感想なんですけど、もうちょっとね、めっちゃ強かったんですよ。佐賀山健さんって言うんですか。佐賀山健、ね、すごい名前ですね。まあ当然本名はないでしょう。佐賀山にお住みなんですよ。私はそれで同級生に下がって人いましたね。それでなかなか読めなくてね、でね、京都の人なんかね、別に地名があるから読めるんでしょう。あれ、意外と当たんないですね。この人動き早いですね。忍者だから動き早いんですね。キリュウちゃんはあれですよね、スピードはないですよね。このね、ボコボコするっていうのはありますけどね。相手が悪かった。はい、というわけでこれも S でしたね。よかったね。はい、じゃあどんどん行きましょう。これとあと
あ、これだ、地獄ランブルっていうのがあるんですね。はい、じゃあこれもやってみましょうか。これも45秒以内でなんかいろいろもらえるみたいですね。はい、はい、探します。地獄ランブルですね。これ海外の人見たらどう思うんですかね。海外、地獄っていうのは英語でなんてヘルでしたね。あ、団体戦じゃん。今この子に気持ちを引くと、もういいっすか。向こうは団体なんだけど、キーテちゃんは一人なんだ。おー、投げられてる。石井さん、なんかさっき強かった人がですね、下の名前もありました、ね、あれチームリーダー、はい、鬼塚なんて言うんだろう、これ。おお、いきますね。大丈夫かな。あ、倒せる、倒しましたね。はい、おーおーおーおおおお、いきました。あ、無事倒せましたね。はい、よかった。ブロンズレベルでこれですからね。もう終わりか。シルバーとかね、ゴールドとかいったら結構大変なんじゃないかなと思いますけどね。7万円ですね。75,600円。どうふなんか、これが一つの基準点なんですかね。はい、ではパワフルランブルっていうやつに行ってみましょうか。次はね、はい、はい、行きましょう。ランブルはいい。一人対多人数なんですね。はい、あー、います。何、おお、どこ、お、武器持ってんじゃん。武器持ってるじゃん、道具持ってるじゃん。キリュウちゃんはでもこれ道具は持てないんですね。せっかくね、ない、あ、でもなんかあれしたんだよね。なんかガジェットは使えるんですね。うわさ、みんないい感じしてますよ今回はね。いやでもここらはね、ちょっとやっぱ強いですね。ガタイがいい分やっぱり防御がいいんですかね。おっ、この人は結構いいガタイしますよね。2発3発とかで。この人がやっぱ一番強いんですかね。坂本さんという人です。あ、倒した。みんないい形してますね。鍛えてんのかな、格闘技でね。相手が悪かった。いやあなたが強いんですよ。あ、でも初めて S から A に行って、やっぱ時間かけすぎなんですね。45秒以内で出てましたもんね、さっきね。はい、じゃあスピードスターランブルっていうことで、これスピード速そうですね。ランブルはいいな。さあ、これでどうでしょうかね。地獄ランブルのスピードスターランブルって言われてますね。はい、みんな速いんでしょ。速いよ、みんな。でもなんか重量級っぽいけど。あ、でも速い、来たんですけど速いんですよ。おー、でも結構印象が強いような気がするんだけどな。吉田さん、おー、これじゃドローンが飛んできて、ドローンは OK なんです。おお、いいじゃん、スピードで行きました。いや、スピードもいい。スピードつく、この人たちがピンクなんだよ。あ、いいや、あと1人。あー、これ3人もいる。さあ、しっかりやっていきましょう。おお、ドローンがやっつけてくれた。え、なんかこれ次元ボールになってね。タバコじゃん、あのおばちゃんが聞いたの。なんか危ないよ。松本さん、はい、はい、というわけで地獄ランブルが終わりました。相手が終わるかな、はい、これでまず一区切りですかね。はい、そうですね。なので、この日の後編、この後の続きはまたちょっと次回のね、スペシャルイベントマッチ、これはね、ちょっと違うんですよね。あれ、これさっきいけないのかな。はい、というわけでね、とりあえず今回これで以上で締めたいと思います。続きはね、また次回の動画でやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。噛んじゃった。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。